もともとはね、まあ、若手中心という中でも、まあ、大学校なので、まあ、学生中心で、まあ、やってたんですね。今から勉強会があるんで、じゃあ一緒に行きましょう。社会に出てから活躍してもらうための、まあ、礎をここで作ってると。そのぐらい何かを続けていくっていうことに対してはとてつもなく長けてる民族なんです。ちなみに今日のスケジュールはどういったスケジュールになるんでしょうか。今日はね、朝一番で岡田先生に、まあ、いつもの、ね、やっていただいている偉人塾の中で偉人の話をしてもらって、でその後その偉人の、まあ、主人公のね、あの、まあ、まつわる、まあ、映画を見ると。だから昼食を挟んで、まあ、映画を見ます。でその後に、今日はの伊藤助康氏に来てもらっているので、まあ、海上自衛隊にね、特殊部隊を創設した張本人ですよ、まあ、その彼に話をしてもらった後に、そのコミュニケーション学で、まあ、女性のトップの、ね、営業に来てもらって、まあ、講義をしてもらうと。で本当そこからが本番でね、うん、そこからがおみきの会ってうちで呼んでるんだけども、おみきの会、はい、まあ、おみきっていうのは神様の酒、ね、はいはいはい、うん、で、まあ、そこからその本音を出し合って膝を交えて、まあ、懇親をすると、まあ、そんな会になっています。これが、まあ、いつもの流れでね、なんでそのおみきの会とかするかというと、あのやっぱりみんな世の中的にはこう成功者と言われている人間が、まあ、各ジャンルにおいてね、あの来て話はしてもらうんだけども、大抵その話は聞くけども、実際にじゃあなんでそういうふうな考え方になるのかとかね、やっぱ本当にその人の見てるところと考え方ってわからないんだよね。だから逆にまあお酒をね交えて、まあ、本当にこの、まあ、人数は少ないので、はい、そういったね、本当に少ない人数で本当に、ね、長時間いろんなことを語り合っていくと、まあ、講義で聞く以上のねことが毎回毎回、学生たち、まあ、若者たちにね感じてもらうことができるので、まあ、本当に気を失うまでっていうの、うちの会の。小田先生すいません、今日よろしくお願いいたしますっていうのと、あのいつも偉人を語らせたらね、あの岡田先生の右に出る人はいないだろうと、日本中にねというような先生で、まあ、僕はもう本当に今、10年近くのお付き合いさせていただいてまして、岡田幸彦と言います。あの埼玉市におります。もう30年前以上から私の尊敬する大好きな歴史上の偉人の話をもう全国各地でやっております。勉強会に参加される方々ってどういったメンバーの方が多いんですか。もともとはね、まあ、若手中心という中でも、まあ、大学校なので、まあ、学生中心で、まあ、やってたんですね、うんうん、だからまあ学生だけではないけども20代ばかりですよ、うん、ほとんど20代、まあ、たまに30ぐらいの人間がいるぐらいですかね、うん、で、まあ、これからその日本を背負って立つその若者たちで、まあ、基本的には経営者の卵か、もしくはプロで何かやってる人間か、まあ、経営をやってる、もうすでにやってる人間、まあ、そんなメンツが多いんで、普通のなんかこうサラリーマンになるような人材はあまりいないですね、そういう意味ではね、うん、今から勉強会があるんで、じゃあ一緒に行きましょう。これこういうやつで、この今日は市政義塾大学校。一つ目の講義は岡田先生。岡田先生の講義が終わったら、お弁当を2階の方で、召し上がっていただいて、その後映画ですね。
今日の午前に関連する映画を見ていただきます。でその後に、伊藤輔也先生の講義で最後に小崎の講義という流れになります。はい、皆さんおはようございます。今日はね、講義始める前に冒頭、いつもの雰囲気が違うでしょ、ね、いや今カメラが入ってますですよね。でこれはなんだっけ、フォージャパンプロジェクト、ね、フォージャパンプロジェクトという今僕は今番組に出ていて、その一環で YouTube チャンネルを、今回ね撮影するということで、今日はカメラが入っているので、後ろ3人ね、ちょっとカメラ部隊が入っていると思うので、いつもみたいにうるさくしないでね。いつもみたいに。いや、先生よろしくお願いします。皆さんおはようございます。今日は特に初めての方いっぱい来ていただきいただいてありがとうございます。さて皆さん、今日ほとんど知られていない心温まる本当に、いい話ですさせて、いただきます。時代は大正時代です。第一次世界大戦、なんて言ったって遠い遠い昔の話には なりましたね。ご清聴お感謝いたします。終わります。ありがとうございました。社長、今日勉強会を行っているわけなんですけれども、この勉強会の目的、というものはどういったことになるんでしょうか。もともと僕が32歳の時にね、リクルートという会社にいたんですね。でその時に、もうそのリクルートで退職するという時にちょうど後輩が来て、やっぱりこのリクルートの中にその林さん その生き方とかあり方とか、そんなことを伝えてくださいと、そういう、会をやってくださいというところから、もともと男塾っていうのが始まって、で、男性だけ10名ぐらい集まって、飲み会をするとっていうところが始まったんです、実際にはね。で、そうこうするうちに彼らの中からリクエストが来たのは、僕がやってきたことをやっぱり一個一個こう紐解いてほしいというようなものがあったので、その彼らと一緒に、飲み会は絶対やったけど、その前にね、いろんなことでサバイバルキャンプ行ったりとかね、それこそ山に入ってね、ナイフ一本に行くとか、あとはその急流下りしたりとか、いろんなことをやっぱりやっていた。でもちろん経済なら経済界の人たちをね、呼んだりとか、そういうような今の形に近しいものになっていったんですね。そうこうするうちに、ある女性が、なんで女性ダメなのというような話になったので、林塾というふうに改名して、そこからずっとやってました。だからもう今から換算するともう30年近いよね。30年近くやってるんだけど、でそれを一般社団法人として、やっぱ学生中心にやっていこうというのが、今から6年前、その市正義塾大学校という形で、やってます。それは大きな目的っていうのは、学生たちがね、社会出てから、本当に実務として生かしてもらうための学びっていうのがほとんど、ベースになっていて、だから偉人の話をしてもらうっていうのが一個と、あとはコミュニケーション学ね、が1個、あとは、今度は逆にそのどういう状況でも生きていけるような人間を作るというのは元々のその塾のコンセプトにあったので、だから格闘やったりとか山行ったりとか、本当に特殊部隊の人間に来てもらったりとかね、そんなことまでやるような今大学校です。だから社会出てから活躍してもらうための礎をここで作ってると、そういったような大きな目的でやってます。実際にはですね、学生を卒業しても来るんだよね。だから本当に一期生なんて、また今までまだ来てるしね、傾向はね、明らかに就職は普通するんだけど、就職した後大体は3、4年ぐらいで辞めるというのが、大体ここの学校に来てる特徴はですね。他には何か別の
内容の塾であったりだとか事業とかっていうのをやってらっしゃるんですか、社長は。もちろん一般社団法人でビジネスではない部分でね、この大学校っていうのはやっているので、ビジネスは当然やっててね、もともとワードウィングスというこの命名そのものもね、実際にはそのワードってよくわからないんだよね。で、コンサルタントなんかから言わせるとね、社名というのはもう一瞬で何をやってるか分かる会社の名前がいいんですなんていうようなことを言ってるんだけど、僕なんか全く逆でね、もともと老僧思想っていう、老子ねっていうのは何を言ってたいかというと、そもそも名前なんていうのは価値はないんだと。で、それを価値を作るのは自分たちだと。で、それが30年50年だったら本当に今のことやってんのというようなこの思いがあって、和道っていうのは日本が大事にしてきた考え方、あり方、文化、こういったものをやっぱり世界に発信していこうと。だから和道は和の道ですよ。で、和の道で漢字で書いちゃうとね、ちょっとこの硬い感じがするので、ワクワクドキドキっていうこともちょっとサブタイトルの中に入れてるんで、WADO になって、ウィングスは羽ですよ。羽を持って最後の X っていうのは無限大に広げていくと。で、そのぐらい特にアジア圏であればね、日本がやってきたことっていうのをすごく大事にして生きていて、やっぱりこの尊敬の念を持ってるわけですね。そんなものをどんどん世界に広げていくというようなメッセージの会社になっています。だからやってることは、本当に日本がやってきた大事にしてきた考え方を伝えるようなコミュニティ、今うちで言うと、姿勢学というものであったりとかね、あとは鑑識学という統計学をやったりとか、もちろんプロセールスの世界のこともずっと自分がやってたのでね、そういったことを紐解いたりとか。ちょっと経路が違うのは、非政塾といってね、海上自衛隊に特殊部隊を作った、伊藤祐康氏と、一緒に共同開発をしたようなものがあってね、それを、チームビルディングの中に生かしていくとかね、これはかなり経路は違うんじゃないかなと思います。どちらにしてもね、その特殊部隊のこの考え方すらもね、日本とアメリカではまるで違うわけですよ。だからそういったものを、本当に日本人特有の、逆に日本っていうのは200年続いている企業を6割ぐらい持ってるわけですね、全世界の中で。それぐらい何かを続けていくっていうことに対してはとてつもなく長けてる民族なんです。そんなことを世界中に発信するための塾をやっていたりとか、あとは僕は基本的にはコンサル担当なので、だから経営コンサルの中も、しかも組織人事、人に焦点を当てたコンサルティングっていうのが事業の柱としてやってます。で、もう一つ最後に、金融事業というね、これはもともと僕自身がソニー生命にいたので、そういった中で、金融の、これは保険だけではなくて、証券業務、銀行業務含めてね、トータル的には、金融業務をやっていると。これが今の事業のなりわいとしてね、やっていることです。すいません、勉強中の合間にありがとうございました。はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本当に我々が、若者たちに対してね、どれだけ期待してるか。我々が彼らの成功を信じるかどうかなんだよ。まず第一歩を踏み出すような、こういう人生をね、歩んでほしいなと思います。